小杉、お前自覚ないかもしれないけど、周りからすげえ嫌われてるからな。嫌われてる？私が？ブラックワールド。ああ、落ち着きます。私の名前は小杉、40歳の会社員。自慢ではないが、私はミニマリストだ。コロナをきっかけに仕事の時間が減り、家にいる時間が増えた。こうして見ると、うちはなんて汚れているんでしょう。いい機会だと思い、部屋にあるものを捨てているうちに、だんだん断捨離にはまっていった。最初は不要なものを捨てるだけだったが、次第に読まなくなった漫画や飾っていたプラモまで処分するようになり、気がつけば私の部屋は家具や家電のみになっていた。素晴らしい。部屋が広いと心も広くなりますね。しかしクローゼットの中、服が多い気がします。よし、思い切ってこの服も全て捨ててしまいましょう。クローゼットの中も断捨離し、服は同じ白 T シャツを3着、同じ黒いスキニーを3着のみにするようにした。これでクローゼットもすっきりしました。開放感があっていいですね。そんなある日、私が職場の飲み会に参加した時のこと。こないだのアマトーク見た？あのスティック掃除機買ってみたんだけどさ、マジで便利なんだよ。へえ、本当に？俺は今のでいいかな。いやいやいや、騙されたと思って買ってみろって、マジでいいから。どうしてそんな無駄なものを買ってしまうんでしょうね。そうそう、先週の金曜日のタウンタウンやばかったよな。テレビは捨ててしまったので、私はテレビの話題など全く興味が湧かなかった。そうだ、私がミニマリストの良さを自慢してみましょう。いやー、実は私テレビは捨ててしまいましてね。どうしたんだよ、テレビ壊れたのか？いいえ、実はですね、最近ミニマリストになったんですよ。ミニマリスト？ミニマリストはいいですよ。物は散らからないし、物を買わないからお金を使わない。貯金もできてスタイリッシュ。すべてが最高です。はあ、不要なものをわざわざ買って、あまつさえ他人に勧めてしまうなんて愚の骨頂。皆さんもミニマリストになることをおすすめしますよ。いや、俺はいいかな。俺もある程度は物があった方が落ち着くし。かあ、分かってませんね。開放的な空間で暮らすことの良さを。一度私の部屋に泊まってみるといいです。いつにします？それも遠慮しとくよ。なあ小杉、ちょっと変だよな。前から変なやつだと思ってたけど、押し付けがましいっつうか。すいません、結婚式用のスーツを貸していただけませんか？ねえ、どうしたんだよ突然。私ミニマリストですから、そんなものいらないと思って捨てました。しかし近日親戚の結婚式があるので、スーツが必要になりまして。いや、だったらレンタルしろよ。いえ、せっかく無料で借りれるあてがあるんですから、どうせだったらそっちの方がいいじゃないですか。はあ？とにかく俺は貸すつもりはないから、必要だったら自分でレンタルしろよ。ち、なんですか、人がお願いしているのにケチですね。なあ、最近あいつヤバくね？スーツ借りようとするか普通。ていうかサイズ合わねえだろ。あんま関わるとろくなことがなさそうだ。結局スーツは有料でレンタルすることになった。遠方だったのでスーツケースもレンタルした。その後も私はミニマリストを続けていたのだが、ある日。うむ、開放的な部屋、余裕のある心、これだけ充実しているのに何か足りないと思ったら、伴侶ですね。幸いミニマリストになってからお金に余裕があるので、マッチングアプリで伴侶を探すことにしましょう。私はマッチングアプリを始め、躊躇なく課金した。その結果すぐに女性とマッチングし、食事をすることに。イブです、はじめまして。はじめまして、小杉です。それじゃあ行きましょうか。
お食事ですよね。どちらのお店に行くんですか？まあ、着いてからのお楽しみですよ。わあ、高級レストランじゃないですか。いいんですか？今日会ったばかりなのに。いいんですよ。なんたって私はミニマリストですから、お金には余裕があるんです。え？おや、知りませんか？ミニマリスト、必要以上に物を持たず最低限の物に囲まれて暮らすんです。へえ。物を買わないからお金も貯まるし、心が豊かになりますよ。おかげでこんな高級レストランにだって行けてしまうんです。すごい素敵ですね。素敵。今まで誰も私のミニマリスト精神を理解してくれなかったのに、イブちゃんは私のことを理解してくれた。これは脈ありに持っていける可能性大。イブちゃん、あなたさえよければまた私と食事に行ってくれませんか？いいですよ。美味しいお店紹介してくださいね。します。美味しいお店探しまくります。私はすっかり浮かれてイブちゃんをデートに誘いまくった。イブちゃん、次はこちらのお店なんていかがですか？ハワイの本格料理が楽しめますよ。わあ、ステーキ美味しそう。いいんですか？もちろんですよ。イブちゃんのためですから。高い食事に連れて行ってイブちゃんの心をわしづかみです。イブちゃん、お待たせしました。あ、小杉さん、お久しぶりです。あの、前と同じ格好ですね。え？ああ、ミニマリストですから同じ服を3着しか持っていないんですよ。え、ああ、そうなんですか。さあ、イブちゃん、美味しい食事を堪能しましょうか。はい。イブちゃんは部屋の間取りって気にしたことありますか？部屋の間取りですか？私の部屋が物で溢れかえっていた時、うちはなんて狭いんだと思ったものです。しかしミニマリストになった途端、広い空間が顔を出したのです。ああ、ありますよね、そういうの。わかってくれますか？ミニマリストになった時の解放感。わかります。それじゃあイブちゃんもミニマリストになってみてください。え、楽しいですよ、ミニマリスト。部屋が広くなると心も広くなった感じがして。そうですね、考えてみようかな。イブちゃんにミニマリストの素晴らしさを伝え、また食事の約束をして、その日は帰路に着いた。イブちゃん、なんて素敵な女性なんでしょう。私のことを理解してくれて、あんなにも熱心に話を聞いてくれる。決めた。3回目のデートでイブちゃんに告白します。そして3回目のデート当日。イブちゃん、お待たせしました。小杉さん、またその格好ですか？ああ、安心してください。ちゃんと毎日洗っているんですよ。毎回同じ服だと選ぶストレスもないから心が楽になるんです。それじゃあお店に行きましょうか。美味しいですか、イブちゃん？はい、とても美味しいです。イブちゃんはちゃんと男性を立てられる素敵な女性です。よし、食事が終わったら告白タイムですよ。あの、イブちゃん。はい、何ですか？私と結婚を前提にお付き合いください。渾身の一撃。やっぱりあれこれ言葉を足すんじゃなくて、シンプルが一番効果的です。ミニマリズムと一緒です。ごめんなさい、お断りします。なんでどうしてダメなんですか？小杉さん、自覚ないかもしれませんけど、毎回同じ服を着てくるところ正直引きました。それと話がいつも同じでつまんないです。普段は最近何買ったとか、あの映画面白かったとか、いろんな話をして盛り上がるのに、小杉さんは何も買わないから全然話が広がらないです。というか、ミニマリストだかなんだか知りませんけど、自分の思想を押し付けてくるのうざいです。今回の食事で最後にさせてもらいます。
そんな、イブちゃん、渾身の告白が失敗に終わってしまった。なぜだ、ミニマリズムは最高の思想なのに。いえ、たかが女性に振られただけで落ち込みすぎです。こんな時はみんなと飲んで忘れるのが一番です。私は同僚たちを飲みに誘おうとした。もしもし、今から一緒に飲みませんか。ねえ、あー悪い、もうお前とは飲まないって決めてるから。どうして。小杉、お前自覚ないかもしれないけど、周りからすげえ嫌われてるからな。嫌われてる？私が？思想を押し付けすぎですげえうぜえんだよね。もう関わってくんなって感じ。わかったら二度と飲みに誘うなよな。あ、ちょっと。その後も後輩や友人たちを飲みに誘ったが、みんな口々に私のことをうざいと言ってきて拒絶。そうか、私はずっとイブちゃんが言っていたことをみんなにしてきていたんですね。帰宅した私は何もない部屋で静かに涙を流した。こんな時、涙を拭くタオルの一つでもあれば。これじゃ部屋が涙でビタビタに。身の回りのものをミニマムにした結果、友人関係までもミニマムになってしまったと、この時ようやく気づいたのだった。私の名前は小杉、中小企業で働くサラリーマン。大した趣味もなく、仕事一筋で生きてきて気づけば40歳。周りはどんどん結婚して子供まで。いいなあ、私も結婚したいです。なしかし、貴重な20から30代は仕事に捧げてしまい、恋愛経験はほぼない。小杉さん、お疲れ様です。レーナちゃん。この子は同じ職場の後輩レーナちゃん。20代だが、他の20代のやつらと違い、40歳の私をおっさん扱いしない素敵な女性だ。一度でいいからこんなことデートしてみたい。あわよくば付き合って。待てよ、こんなに私と親しく話してくれるなら、もしかして。レーナちゃん。はい。私と週末食事にでも行きませんか。ごめんなさい、週末は予定が入ってますので。そうですよね。デートに誘っても断られる。しかし40代の私には時間がない。私は帰りに恋愛本を買って読むことにした。まずは相手のことを知ることが重要。共通点を見つけてアプローチですか。恋愛本を参考に、翌日から私はレーナちゃんを観察することにした。こないだディズニー行ったんだけどね。共通点。しばらく観察していると。ねえレーちゃん。レーナさん、ちょっと気をつけて、職場なんだから。ごめん。ん？レーナちゃんと話している彼は同じ部署の高一。30代だが若々しくて清潔感があり、仕事もできる。その高一とレーナちゃんの距離がなんだか近かった。いや、近かったなんて言い方でごまかしてはいけない。俺は間違いなく付き合っている。まさか高一がレーナちゃんと。私は嫉妬で頭がおかしくなりそうになっていた。あいつめ、私のレーナちゃんを。いや待ってください、別に恋人がいるからって諦めなくてもいいのでは。私は早速恋愛本を読み返した。好きな人に恋人がいた場合、くそ、書いてないじゃないですか。こうなったらお助けあれ、グーグル先生。私はインターネットで検索することにした。好きな人を別れさせる方法と。
別れさせや。何ですかこれは。気になってサイトを見てみると、どうやら好きな人の恋人を別れさせてくれる事業をしているようだった。依頼料は着手金で200万、成功すれば成功報酬としてさらに50万。すごい金額ですね。でもそれだけの金を要求する実力があるみたいだし、少し悩んだが、幸い仕事一筋、大した趣味もない私には貯金が十分ある。これでレイナちゃんが手に入るのなら、私は別れさせ屋の W ネット社というところに依頼をすることにした。はじめまして、ご依頼をいただいた小杉さんですね。 W ネットのリサと申します。同じくリョータです。よろしくお願いいたします。お願いします。それでまずは何をするんですか。まずはターゲットの性格、行動パターンの調査と交友関係の洗い出しです。ネットでご依頼いただいた時点でターゲットのおおよその行動は調査しています。仕事が早い。ターゲットは週末に料理教室に通っています。まずはリサが同じ教室に通い、仲を深めていきます。そして翌週、本当にリサさんは料理教室に通い始めたらしく、あっさりレイナと仲良くなって LINE を交換してきた。こちらがターゲットとの LINE のやり取りです。すごい、もうこんなに仲良くなってるんですか。ここからさらに仲良くなって、ターゲットの恋人の愚痴を聞き出します。愚痴を聞いていき、最終的に別れた方がいいよという方向に持っていく。古典的ですが有効なテクニックですね。もうよろしくお願いします。最初は順調に思えたが、後日。小杉さんすいません、しばらくターゲットと LINE をしていましたが、彼女から出てくるのはのろけばかり、愚痴が一切出てきません。安心してください、第二の作戦を考えてあります。リサがレイナと飲み会を開くので、その際に男友達と称して私が同席してレイナさんを誘います。そう、それで本当にうまくいくんですか。ご不安なら飲み会の時に離れた席からご覧になっていてください。よほど自信があるようなので、飲み会の場所に一緒に行くことにした。リサちゃん、私彼氏がいるから、せめて隣はリサちゃんが。大丈夫、リョータさんはそういう人じゃないから。一緒に楽しく飲もうよレイナちゃん。なんだかレイナちゃん引いてないですか。本当に大丈夫なんですか。しばらく様子を見ていたのだが、レイナちゃん本当可愛いね。この後ホテル行こうよ。嫌です、やめてください。いいじゃん、一晩くらいならバレないって。何やってるんですかあの人たち。最低、二度と関わらないで。どういうことですか。レイナちゃん帰っちゃいましたよ。すいません、なかなか恋人に一途なようで、無理やり既成事実を作ろうとしまして。本当に大丈夫なんですか。不安になってきました。こうなればもう一つの作戦、恋人の小一さんにアタックを仕掛けます。それうまくいくんですか。聞いた作戦によると、高一が通っているジムにリョータが潜入し、仲を深めてジム終わりに飲みに誘い、その際に合コンやキャバクラに誘って既成事実を作るというものだった。レイナちゃんに対してやったことを高一にもやろうということらしい。彼女いるからな。いいじゃん、1日くらいさ。俺はいいや、悪いけど他の人誘ってよ。どうするんですか。全然作戦うまくいかないじゃないですか。我々も最善を尽くしましたが、別れさせ屋は成功率 100% を保証しているわけではありません。残念ですが、我々にできることはここまでです。成功報酬50万円は結構ですので、今回はこれで失礼します。それでは。そんな、すでに200万円もつぎ込んだのに、あんな奴らを信じた私がバカでした。もっと別な優秀な別れさせ屋はいないのですか。私はすぐに他の別れさせ屋を探した。
次に見つけたところは依頼料が400万円。最初の別れさせ屋の倍の金額だったが、ターゲットと接触できなければ全額返金保証。これです、ここにかけます。私は次の別れさせ屋 WS グループというところに依頼した。それではまずはターゲットについて事前調査をします。ターゲットの通勤経路で接触を図りますので、進捗があり次第報告いたします。よろしくお願いします。前のやつらよりもしっかりした見た目をしてるし、これなら大丈夫ですね。しかしそれから2ヶ月が経ったが、一向に報告が来ないままだった。一体何をしているんですか。まだ2人は別れないんですか。しびれを切らした私は担当者に連絡した。レイナちゃんと接触できたのか確認したいです。 LINE の履歴もあれば送ってください。接触できていないのであれば作戦は失敗したとみなし、全額返金を要求します。さすがにねえ。しかし担当者から返ってきたのはひどい返事だった。大変申し訳ありませんが、 LINE の共有は個人情報につき控えさせていただいております。はあ、それじゃあどうやって接触したかどうかを証明するって言うんです。何かがおかしいと思った私はホームページに記載されていた別れさせ屋の事務所に行くことにした。ちょっと、レイナちゃんの情報は手に入ったのですか。そのテナントには誰もおらず、物気の殻だった。どうなってるんですか。まさか。私は急いで担当者に連絡したが、連絡は取れなかった。まさか、トンズラ。私はようやくそこで騙されたことに気づいた。なんてことですか。合計で600万も別れさせ屋につぎ込んでしまいました。しかも結果は何もなし。なんてバカなことをしてしまったんでしょう。この20年近くで貯めた貯金がほぼなくなっていることに絶望した。どうして別れないんですか、あいつらは。そもそも光一が悪いんです。レイナちゃんは私がずっと好きだったのに奪いやがったんです。私は被害者です。あの男さえいなければ。私は抑えきれない怒りを抱え、光一への報復を誓った。もう19時か。今に見ててください、光一くん。え？やった、やってやりましたよ。小杉さん、今レイナちゃん。光一がレイナちゃん、これで君は私のものです。逃げたレイナちゃんが警察と救急に連絡を入れたようで、結局光一は一命を取り留め、私は殺人未遂で逮捕されることになってしまった。あの時は気がどうかしてた。後悔したところでこの牢屋から出ることもできない。元上司が顔を見せに来て、レイナちゃんと光一が結婚したことを聞かされた。いいですね、光一くんは幸せ者です。私はただ幸せになりたかっただけなのに、どうしてどんなに泣いても何も満たされることはなく、すすり泣く音だけが獄中に響いた。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。